お疲れ様です。早川さんです。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。そして今日はですね、やることそうですね、このダイヤモンドの物件をちょっと回復させたいっていうのもありますし、この、トラップでちょっと経験値を増やそうかなと思います。思うんですが、ですね、こいつ剣の耐久もないので、今ですね、ここに今見えているアンデッド特攻とかの本をちょっと持ってきて、ちょっとこの剣を強化しようかなと思います。で、この剣を強化するにあたって、これカナドコですね、まあどこまで耐えれるかわからないですけど、あっちのメインの拠点から持ってきたんで、どこで湧いたんだろう。いや、あ、そっか、止めてなかったわ。まあこうやって経験値を落とすんで、これで経験値を上げて、なんでちょっとこの剣を強化していきたいと思います。で、修繕も絶対必要ですよね。一旦修繕でして、ちょっと回復しましょう。これ、修繕止めたいよね。止めとるのか。ちょっといっぱい欲しいので、で次、ドロップ増加耐久上げますよね。あ、ここ置いといて耐久力を上げます。そしてちょっとアンデッド特攻を作っといての、これでアンデッド特攻を増やし5にしますね。で、次13必要か。じゃあここでやりましょうか。アンデッド特攻ついたので結構倒すのが早くはなった。で、ついでに今外が多分今晴れてるんで、スケルトンが暗いながら来ます。次のスケルトンのお客様が来ますね。来るのか来ないのか。来るのか。来るよね。来たー。はい。はい。どん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 。ああ、今回復しなくても上げないといけないのでね。そうだね。降りてこないな。降りてこない。あとですね、このここでドロップした弓、あのエンチャントがついてるやつ、あの組み合わせてどこまで強くなるかっていうのをやってるんですけども、今これかな、これとこれ合わせて射撃ダメージ5になるかちょっとやってみたいんですけど、なんかもうダメージを勝手に食らっちゃって食らってるんですよ。こうやって上げていくしかない。あそこにも、はい、はいはい、これで、あ、ちょっとなるのかな、5になるのかな。あ、でも変わってるってことはなるのか。あ、5があるのか。フレーム耐久、これ死ぬ時って経験値落ちるのかね。経験値落ちるのかね。落ちる、落ちん、落ちる、わからん。
経験値を増やさんにゃ。はい、来い。一斉に来い。はい、来てください。はい。で、この二つか。この二つを強化して、弓のやつで修繕ってついたやつって出てくるのかな、これ。あ、弓は変わりはないです。ね、ちょっとあれをつけたいのに、何本いったっけ、何本必要でしたっけ。これとこれで13、コスト13、13まで上げないといけない。やっぱりトライデントでいいか。一旦トライデント、うん、他にはこれで上げていくしかない。逆に弱いやつはもう耐久とかはどうだろう。これ、うん、こいつとこいつで耐久合わせるでしょ。1個でいいのかですよね。まあ弓は1個でいいかな。まあ予備と、あ、でもパンチ2がマックスなんですよね、これ。ということは、これとこれ組み合わせて強くしますよね。で、耐久3があれば、あ、これをやればいいのか。待って、どう組み合わせたら強くなるのか。これは使うでしょ。で、これとこれ組み合わせるでしょ。で、これで3になる。で、こいつ耐久2だから、これとこれを組み合わせると3になって、3がマックスなんで、なる。になる。で、こいつはこいつで3だから、あれが3だから、必要なやつが分からなくなる。耐久はもういいとして、あ、3があるのか。あ、3で、こいつが3、うん、こやつが3だから、まあここで3になりますよね。で、3と3で4、でこれで3。耐久とかもういいんじゃない？耐久、ん？うん。耐久とかはいいとして。全然出ないかな。知らないものがいっぱい来る。
です。こいつとこいつで3。で、こいつをもういらないんで、こいつとこいつで、で、経験値を上げていくという。無限か、無限、ちょっと待って、無限つけれたっけ、無限なんか、無限って確かなんかありましたよね。何がつけれんかったの、修繕がつけれるのかな、無限つけたら。確かなんどっちだったかな、なんかあるんですよね。弓は、あー、ちょっとここら辺弓を固めといて、ですね、ちょっと弓がかさばっていくんで、弓で、まあ使い道がないわけでもないんですよね。こうやって圧縮して修理していけば。していくっていうパターンも、あ、まあ意味ないけど、まあいっか、まあいっか、はい、よしやるぜ、こんだけいればすぐ13ぐらい溜まるだろう。あともうちょい、もうあと人、もう一声、あともう一声ください。来たー、足りないだろうな、もう一声ぐらいかな。あ、いけた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 、これでよし。おお、一発で倒せれるね、やっぱり。ここまで。と。これでちょっと回復していきましょうかね。ちょっとあとはちょっとほっといて。で、ちょっと考えよう。組み合わせ的には。まあ、ちょっとこれが。耐久と耐久合わせて、まあ4か、耐久3を作ろうかね。お、ちょっと、なんかこんかな。ないですか。耐久は3にしときたい、いざという時のため。
フェイク。あと何が言いますかね、これ。なんか、一個欲しいですよね。修繕ドロップ増加。アンデッド特攻。耐久3。これでも強いと思うんですけど。ノックバックか。ノックバック。ノックバック、まあ、戦うときあったら便利か。いるんだろう、そこに。あれ、お、なんか持ってる。お、持ってるのがいっぱい来た。さあ、何か落とすかい？何にも落とさないね。でも、簡単に倒れるの早くなったね。どうしようかな。ちょっとここ詰めて、もうちょっと、あ、違う、そこへ飛んでった。違う、ここに置いといて、ちょっと弓矢をまた、こっちじゃない、こっちは経験使ってしまう。で、その間に絶対溜まっていってるんですからね、今。これで。よし。回復した弓を置く場所が欲しい。今いっぱいなんですが。おお。じゃあやりますか。来い。はい、これで修繕4が作れる。修繕じゃないわ。修繕ではない。耐久3が作れる。なんだ修繕4って。すごいパワフルで修繕していくような感じ。うん。で、これで一旦耐久があれば、こっちもなんかいける。無限。修繕が欲しい。よいしょ、ちょっとあとはちょっと何落とすか見てからやっていきましょう。あ、そうだった、こっちじゃなかった、危ねえ。経験値使うんだって、そっちはかなどこは。かなどこは経験値使うんですよ。で、こっちは使わない。逆に経験値をのやつをやると排出してくれるという、うん、回復してきて、地道に回復してきてる。っていうか、このちょっと帽子さん結構ありますね。これもちょっと回復しよう。はい。ああ、4つはダメ。これでクラフトのところには持って、自動では持って入らないですけど、自分で持ってったら持っていけるんですよね、これ。ここでもいいんですけど、あの、自動選択っていうか、ちょっと自分で持っていかないといけなくなるんで、めんどくさい。できるっけ？あ、できたな、多分。
多分自分で持っていかないといけないという。はい、落とさないかい。あ、落とした。なんだこれは。耐久パンチ。あ、パンチか。耐久パンチきたけどな。これとこれ組み合わせるか。あ、どうしよう。耐久値いらんでしょう。耐久値いらんでしょう。これも無理やり経験値にするという、うん、あと何があったらいいですかね、これ。パンチは2になるかな。どっかパンチあったな。これとこれを、これと、これを組み合わせれば、耐久3とパンチになる。で、射撃3、4、これをやるにはあとどれぐらいいるん。13か。はい、じゃあ回復せずに放置ですね。これはなんか落ちたね。増やしていって、こいつらは、ダメージ軽減、まあダメージ軽減とか。何かを持っている。何かを落とさないかい。落とさないですか。ちょっとチェストいるな、ここに。ちょっと弓を置いとくようなチェストが。それか、それか、レッドストーンがそこにあるからな。これね。ちょっとためよう。ためよう。絶対いらないものが多分あると思う。ちょっと仕分けていこうか。これいるか。うわ、何事だ。経験値は無駄にしない。俺は無駄にしない。落ちたし。なん。変わったもの落としてないな。そろそろ
でも筋装備の、まあ、水中呼吸とかは耐火、耐火いいよね。必要だと思うの。水中呼吸必要でしょ、絶対。峠ここへ、まあ金装備の耐久、飛び道具耐性、飛び道具耐性とか、ああ、飛び道具耐性でしょ。これ今考えてる鎧、これいらんか。これをここに、耐久ダメージ軽減、あれ水中呼吸ダメ、水中呼吸どうしたと。で戻して、これもいらない。これもいらない。寿司が、隅っこの方に置いとっていいんですよね。で、こいつらをどうするかと言いますと、こっちのかまどシステムの中に、はいはい、放り込む。
一瞬、うん、なん、耐久にか。で、この手にしたやつをまたポン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 、これでよし。おお、こうやって何回か繰り返しとけば、うん、これで多分じゃああれでそろそろ組み合わされれるんじゃないかい。どこ行った？フレーム、フレームが4だったよね。いや、フレームじゃないよ。あいつはどこ行った？多分、ん？これか？あ、これだ。よし。まあ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 。ちょっと使ってみたいですね。ちょっとじゃあ2本。耐久もついていくそこまで減らないという。フレームの能力もついてるけ。ああ、いいな、いいな、いいな。よし。これは。なくさないよ、ここをしまっておきましょう。これいっぱいになったやつもちょっと回復したやつもそこ置いといて使えるか使えんかわかりませんが、なんか変なところでなんかパス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 とってますん？でこれで、間違ってやらんようにしておかなきゃ。うん、あ、これとどっちだろうな。これでいいかな。これとここに行って、なんかここに来るんだ。これ考える、ちょっと考える。こいつちょっと考える。耐久3あるから考える。待ってよ、組み合わせとしては耐久3あるんだよな。こいつに無限をつけるっていうパターンもつくのか、その前に無限こいつつくよな。多分修繕とあれが相性が悪いだけだと思う。
これと、どこ行った？これか。これとこれでいいんですよ。で、パンチがあるから、パンチ2があるんだよね、ここに。修繕ついたやつ落ちてこんかな。こんか、そんないいやつは降ってこんか。そんな大層なものは降ってこないか。パンチを組み合わせて、じゃあ先にパンチとこのパンチ忘れちゃいけない、やっといて、でこの後に、こいつを組み合わせる。で射撃ダメージ増加が3と3で4になるんで、じゃあ射撃ダメージ増加が大きいやつがいるってことですよ。4クラスがいるってことなんで、そういうことですよね。なんか普通の弓ばっか落ちてくる。スルーしてたけどさ、ここに革防具があるんだけど、ああ革防具が、だけどこいつ帽子は置いとけばいい。こいつとこいつとダメージ軽減、これはやでしょ。でけこいつとこいつで、こいつ、こいつ、これでいけるんじゃないの？だけパンチ、何がいるっけ？何がいるって言ったっけ？3、3でくけ、4を作らんでいけんけ、3がもう1個、あと2ついるってことだよね。そうですよね。なくなった。ああ、なくなったじゃないか。鉄が不足してる世の中で。
そう結構いるな。しようかな。ちょっとここからあれ無限で射的をしようかなって言いながら無限がない。どこ行った無限。無限どこ置いたっけ今。無限。あれ無限がない。あ、ここ置いた。違う。ん？あ、取ってなかった。違うの。というわけで、ですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと経験値とか、このダイヤモンドの剣とかをちょっと回復させておきたいので、あと金属がなくなったので、他のツールも作れるぐらいの、ちょっと経験値も欲しいので、ちょっと この後ちょっと裏蔵で、ちょっと経験値を増やしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみください。それでは。